飯時々旅の佐藤です。今回はチーズと SL の街安平町にお邪魔しました。札幌から車で1時間の観光しやすい立地にあるこの安平町、美味しいご飯や老舗の和菓子店など数々の名店に出会えました。北海道の美味しいものを食べ歩いています。よければチャンネル登録をお願いいたします。朝8時過ぎに札幌を出発、本日向かうのは SL とチーズが有名な湧別郡の安平町。札幌から車で約1時間、新千歳空港から30分程度と観光で訪れやすい立地の距離にあります。まず最初にやってきたのは道の駅安平デゴイチステーション。2019年にオープンしたまだ新しい道の駅なのでとても綺麗です。鉄道拠点として発展した安平町追分地区、その歴史を掲示する鉄道資料館が併設されています。屋外にはキハ183系特急列車大空が保存掲示されていますが、冬季のためシートの中で冬眠中となっていました。奥に見えるのが鉄道資料館、手前にはギャラリーがあります。上に書かれていますが、掲示されているデゴイチは2019年日本遺産に認定されました。追分にはかつて石炭輸送にあたる車両基地追分機関区があり、最後まで蒸気機関車が活躍した場所だそうです。あいにく鉄道資料館は11月から3月までの冬季期間は平日閉館中、土日祝のみ開館しているのでお越しの際はご注意ください。この日は平日のためまた改めたいと思います。鉄道資料館以外も魅力満点なこちらの道の駅、農産物の直売やテイクアウトコーナーでは特産品を使用した食事が中心となります。安平町産のケンボロー豚を使用したカレーやコロッケ、ソフトクリームなどもあり、隣の休憩スペースでいただけます。レジ横商品はあれこれ食べたくなってしまうので冷静な判断が必要。長芋フライ、豚まんも美味しそうです。黙々と煙を出しながら力強く走る蒸気機関車をイメージした灰色の黙々デゴイチソフト、甘さ控えめで牛乳のコクが強いです。固めの珍しい食感でココアワッフルコーンが良かったです。安平産戸賀市オークファームで生産されたケンボロー豚を使用したケンボロー豚メンチカツ、サクサクジューシーで油に甘みがありとても美味しかったです。ごちそうさまでした。安平町の食材を生かした美味しそうなパンも並んでいました。特産品の菜の花蜂蜜を使用した菜の花蜂蜜バターパンを購入。他にもデゴイチの形をしたデゴイチモナカや安平デゴイチ銀河ラムネなど購入。また序盤なので控えましたが見ていて楽しいです。ロゴマークかっこいいですね。道の駅の前にある自動販売機のデザインも凝っていて、こちらはデゴイチ、もう一つは5、6月に見頃を迎える菜の花になっていました。外に出て少し歩いたところにはカラーマンホールがありました。背景は全部で4種類あり、こちらは青空、他に草原、夕焼け、夜空があるそう。鉄道資料館の見学に暖かくなった頃にまた来たいと思います。購入した菜の花蜂蜜バターパン、表面だけではなく中にも蜂蜜とバターがたっぷり入っていて風味がとても良いパンでした。ごちそうさまでした。道の駅から車で3分ほどの距離にある追分駅、せっかくなのでやってきました。先ほどの道の駅は追分駅舎をイメージし平屋建てなのだそうです。続いてやってきたのは1958年創業下出菓子舗さん。こちらで追分銘菓のメロンまんじゅうとぜんざいもなかを購入。追分名物ぜんざいもなか、開けると可愛らしいお椀のようなビジュアルのもなかが出てきました。正規の食べ方ではないでしょうが、蓋を開けてみるとまさにお椀に入ったぜんざいになっています。紅白のお餅が表現されていて、こだわりが詰まった丁寧な和菓子です。しっかりした甘さで私好みのあんこでした。ごちそうさまでした。そろそろお腹も空いてきたのでお昼ご飯へ。追分駅から車で約12分ほどの場所にあるお店に向かいます。手打ちそば、そば鉄さん本店にやってきました。開店時間に合わせてきましたが、すでに数組の方がいらっしゃいました。北海道産の原そばに自社農園の原そばをブレンドし、その日使用する分を自家製粉しているのだそうです。出していただいたそば茶も香ばしくて美味しいです。コーヒーもセルフサービスでいただけます。到着いたしました。相方注文は盛りそば、おそばは手打ち、香りがとても良いです。コシが強く風味が良いので噛めば噛むほど美味しいです。夢中で食べていてあっという間に完食です。
私注文はカツ丼そば膳、冷たいおそばでお願いしました。最近おそば屋さんのカツ丼にハマっています。カツからじゅわっとあふれるお出汁、ご飯が進みます。玉ねぎ、椎茸、タケノコが入っていました。タケノコは珍しいですね。小鉢にはもやしのナムルもついてきました。食べている間に続々とお客さんが来店されていました。味はもちろんですが、店員さんも親切でとても居心地の良いお店でした。そば湯は茹で汁ではなく、そば粉をお湯で溶いているそうです。とても風味が良かったです。こだわりのおそばに大満足でした。帰りに揚げ玉をいただきました。自宅で美味しく食べたいと思います。ごちそうさまでした。おそばの余韻に浸りながら次の目的地へ向かいます。食後といえばやっぱりデザートが欲しくなってきますね。そば鉄さんから車で約10分、安平町遠浅にある溝口農場さん、ソフトクリームとジェラートをいただけるお店です。駐車場の横には可愛らしいポニーがいました。みなお昼ご飯のようで、こちらには気づいていないようです。早速店内へ。ポニーのおやつも購入できるようですね。ソフトクリームは3種類、ジェラートとドリンクもあります。コーンはなんと全て手焼きだそうです。ポニーのおやつの人参がありました。1つ購入させていただきます。ポニーのゆめちゃんが放し飼いにされているそうで、呼ぶと来てくれるんだそうです。こんなところに猫がいました。可愛くておとなしいです。野良猫だったようですが、いついて今や看板猫になったようです。購入したのはハスカップソフトクリーム、プレミアム生ソフトの上に厚真町山口農園産ハスカップの蜂蜜漬けとジャムがかかっています。濃厚なミルクソフトとハスカップの甘酸っぱさがよく、手焼きのコーンもバリバリで美味しくいただけました。ゆめちゃんを呼ぼうと思ったのですが、どうやら人参に気がついたようで、呼ばずとも来てくれました。私と一緒でちょっと食べ過ぎ感がありますね。先日アエルさんでお馬に会ったばかりなので、近くに来ると感じる小ささがとても可愛いです。他のポニーのいるところまで行っても良いそうですが、この日は泥がぬかるんでいるので呼ぶといいですよ、とのことでした。駐車場のところにいることもあるそうなので、駐車の際には注意が必要です。出発するとき気をつけないとと思っていたのですが、食べ終わるときちんと帰っていきました。とても賢いですね。続いてやってきたのは JR 早北駅に併設されている安平町物産館。安平町の特産品や観光案内所でもあります。日本でも有数の競走馬の産地の安平町、中にはギャラリーがあり、馬産地となった町の軌跡を学ぶことができます。安平町の特別栄誉賞を受賞した七冠馬のディープインパクト、ジェンティルドンナアーモンドアイの軌跡です。世界のホースマニーを見ているか、これが近代競馬の結晶だと言われたディープインパクト、そして直近ではアーモンドアイの活躍が目覚ましかったですね。こちらはサンデーサイレンスの血の物語です。イージーゴアとサンデーサイレンスのケンタッキーダービーはビデオが擦り切れるほど見た思い出があります。安平町物産館の向かいにある和洋菓子の和道堂さん、こちらで早北銘菓の味噌まんなどを購入します。過去に現在の上皇上皇后両陛下に献上されたこともあるそうで、店内には写真も飾られていました。味噌まんの他に名前に惹かれ、ふるさとも購入です。続いてやってきたのは大正7年創業、安平町最古の和菓子店、佐藤菓子舗さんです。2018年の胆振東部地震によって建物が半壊となってしまい、一時は休業に。地元の方やファンの声もあり、仮設店舗で営業を再開されたとのことです。名物のみゆき羊羹や味噌まんじゅう以外にも可愛らしい洋菓子がたくさんあります。道の駅ではイベント時以外は販売されていないそうです。気さくな店主さんで常連さんが多いのも納得、長く通い続けたい老舗のお店です。みゆき羊羹、味噌まんじゅう、パイの花、サラブレサブレ、サイロモナカを購入。どれも手が込んでいてこだわりを感じました。帰宅後の実食です。向かって左が佐藤菓子舗さんの味噌まんじゅう、右が和道堂さんの味噌まん。添加物を使用せず昔の手法で製造されているので賞味期限は短いです。生地に味噌が練り込まれて風味を感じます。
生地も中のあんこもお店ごとに特徴があり、どちらにも違った良さがあります。次回行った際も両店舗のを購入すると思います。早北の街灯は雪だるま、あまり映せていませんでしたが、街のあちこちで雪だるまを見かけます。そこでやってきたのはふるさと小包、早北雪だるまで有名な早北雪だるま郵便局。屋上の雪だるまは安平町の特別住民登録がされているそうです。駐車場にいる大きく赤い雪だるまは雪だるま郵便小包発祥の地の記念像です。スイッチを押すと雪だるまロマンという曲が流れます。すべては流せませんが、とても落ち着く曲でしたので、ぜひ実際に訪れて聴いてほしいです。上を見ると雪だるまの顔が回っていました。顔が2つ描かれています。雪だるま型の発泡スチロールに入った雪を届けるふるさと小包は、国内外の雪のない地域の子どもたちに喜ばれたそうです。2008年には高さ2メートル、幅 1.4 メートル、重さ1トンの雪だるまをブラジルのサンパウロに送ったそうです。懐かしい記憶が蘇ります。雪だるま郵便局を離れ、お腹が空いてきたので車を走らせます。早北といえば全国で初めてチーズ工場ができた町だそうです。やってきたのはチーズ工房、ムーミン社直営のレストラン宮本さん。直売店の併設されていて、ソフトクリームなども購入可能です。平日14時まではランチメニューもありました。今回はグランドメニューの中から注文させていただきました。私注文はカマンベールコロッケ定食、ムーミン社さん代表商品のカマンベールチーズと安平町産のジャガイモを使用したコロッケの定食です。揚げたてサクサクの音が食欲をそそります。メニューに早く提供できるメニューですと記載がありました。中にはとろりと溶けたチーズがたっぷり入っています。カマンベールチーズの味が濃く、甘いジャガイモにもよく合います。ソースもついていましたので、かけたバージョンも、かけても美味しいですが、素材が美味しいので私はそのままでいただきました。定食には切り干し大根や漬物、お味噌汁もついてきました。サラダに乗っていたゆで卵が大きかったのが印象的です。相方注文は人気ナンバーワンのメニュー、カチョカバロと野菜のハンバーグ、ライス、サラダ、スープと食後のデザートがついてきます。チーズのトロトロを保つために蓋付きで運ばれてきました。ホエイ豚で最高級のムーミン豚 100% の旨味たっぷりのハンバーグです。チーズの濃厚さと肉の旨味どちらも強いですがよく合います。下には黒酢を使った和風ソースと野菜がたっぷり甘めのソースでした。店内は落ち着いた雰囲気で、お昼過ぎの時間でも満席に近い状態で常連さんが多いようでした。相方セットのソフトクリームはカマンベールか牛乳で選べたので、カマンベールソフトでお願いしました。後味の鼻に抜ける風味がカマンベール好きにはたまりません。高倉健さんも愛したという美味しいチーズに大満足です。ごちそうさまです。北道を戻りながら進みます。安平町は年間を通して晴天の日が多く、比較的雪も少ないんだそうです。100年近く地元のお菓子屋早北カリンズさんにやってきました。こちらで1959年以来のロングセラーの商品、チーズ羊羹を購入。チーズ嫌いが考えた栄養価が高いチーズをみんなに食べてほしいという思いから作られた商品だそうです。珍しくてお土産にぴったりです。行きの道中で気になっていた札幌ラーメンサンキューさん、お店の雰囲気に惹かれ入店してみました。駐車場も広く、トラックの運転手さんなどもお食事されていました。店内は小上がりもあり、とても落ち着きます。着丼です。相方注文は特製味噌もやしラーメン、あっさりでもコクのあるどこか懐かしいスープに好きだわと一言です。後半に残ったひき肉を探しながらスープを飲み、気がつけば簡易しちゃうタイプのラーメンです。卓上にあった紅生姜を入れるのもおすすめだそうです。私注文は醤油ラーメン、透き通った熱々のスープがとても美味しく、冷えた体に染み渡ります。具は海苔、チャーシュー、メンマ、ネギのこのシンプルさがいいです。毎日食べても飽きが来ない、そんな一杯でした。体もポカポカ大満足です。ごちそうさまでした。最初に訪れた道の駅の近くまで戻ってきました。街灯が白樺の木になっています。1902年に指定を受けた日本最古の保険保安林の中にある鹿公園、キャンプ場やドッグラン、パークゴルフ場などもあり、とても広い公園です。
脇道には遊歩道もあり、春には桜も咲くそうで、緑の生い茂る時期や紅葉の季節はとても綺麗だと思います。夏にはこちらの池でスイレンが咲くのだそうです。今度は暖かい季節にまたやっていきたいと思います。奥へ進むと公園の名前にもなっている鹿さんがいました。1971年に鹿牧場が設けられ、当初はオスメスの2頭だったそうです。数えられていませんが、子鹿も走り回っていて今ではたくさんいますね。小さいお子さんも楽しめる公園です。鹿さんに癒され公園を後にし、札幌に戻りたいと思います。今日の動画はここまでとなります。次は季節を変えてまた来たいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。したっけね。